数学、特に、グラフ理論の分野における木とは、連結で平路を持たないグラフである。有効グラフについての木についても論じられるが、当記事では、もっぱら無効木を扱う。平路を持たないグラフを森という、木は明らかに森である。あるいは、森を一般的な場合とし、連結な森を木という、とすることもある。N 個の点からなるグラフ T について、次は同値である。木 T には、 以下のような性質がある。上の定理から木には必ず端末点があり、その端末点を除去すると、異数の一つ小さい木が得られる。逆に言えば、異数 n の木は、異数 n-1 の木に一つの新しい点と、これに接続する一本の新しい辺を加えて得られる。ある濃度を選んで、それを一番上にあると考えると、その濃度を基準として二つの濃度に、 上下の関係を考えることができる。この時、その一番上の濃度を根という。根を持つ木を単なる木と区別して、根付き木という。根付き木に関する用語は、それを家系図に見立てたものが多く使われる。また、根付き木に関する用語として、他に以下のようなものがある。n を自然数とする。葉ではない各点に対しその点のこの数が常に n であるような木を n 分木という。 特に二分期はいくつかのアルゴリズムと密接に関わるデータ構造である。一般に、無効期は任意の点を根とみなすことができる。それに対し有効期は根である点をただ一つだけ持つ。辺の向きとして根から葉に向かっている場合と葉から根に向かっている場合とがある。混在はできない。平路を持たない任意の有効グラフは有効非巡回グラフである。 有効期は連結な有効非巡回グラフでもあるが、連結な有効非巡回グラフが必ずしも有効期とは限らない。ありがとうございます。